暗闇の中に火の粉が降り注ぎます。東大寺二月堂のお水取りは、国の安泰や人々の幸せを祈るための奈良時代から続く伝統行事です。お水取りのお松明では、僧侶が長さおよそ6メートル、重さ40キロほどの燃え盛る松明を担いでお堂を駆け抜けます。お松明は去年までコロナ感染対策のため一部の日程は非公開となっていましたが、今年は4年ぶりに全ての日程で公開をするということです。お水取りのお松明は今月14日まで毎晩続けられます。